はい、久保さんこんにちは覆面ユーチューバー r タカですさあ気になる男ですね気になる男第76話第76話やってきました今回はですね今回は前回75話で3つの挫折を直視しようと3つの挫折を直視せよか直視せよ 奥義。ですね奥義奥義ということで、まあ、久保さんから問いかけがあ3つあったかなと思ってるんですね。で3つ何かと言いますとネタの拾い方そして2つ目面白いトーク術そして3つ目続ける方法これについて久保さんが独自の見解でお話ししていただいたんじゃないかなと思うんですけど。 じゃあそのタさんはねタさんはどんな感じで考えてますかとこの76話でお話ししてくださいねっていうお題をいただいたんで自分もちょっと考えてみましたあくまでこれは自分の考え方なので皆さんに通じるかどうかはわからないんですけれどもまあこの考え方でいけば、まあ、自分はいいんじゃないかなと こういう形でちょっと考えてみたので、じゃあ一緒に見ていこうかなと思います。さあ一つ目ですね、一つ目。一つ目のお話。これです、これ。ネタの拾い方ですね。はい。一つ目のお話です、えー。ネタってどっから集めていくのっていうお話なんですけど、これぶ、単純なんですけど、こうやってその、普通にそもそも検索したらダメなんでしたっけっていう <laughs> ところで、 もちろんその自分がその情報発信するんだったらなんか今日日常あったこととかまあそういう今日気づいたこととかなんかそういうこと話していくのも非常にいいのかなと思ったんですけどそのまあそれだとちょっとなんだ人に対してこうちゃんと学びというかなんか自分の今日の日記今日こんなことがあったよっていうなんか お,おばちゃんの語りみたいなね「ねえねえこんなことがあったんだけど」みたいなね <laughs>、えー「だからどうした?」って言われかねないんでできればそのなんだ学びに変えるものを言えればいいのかなと。でていうところになるとやっぱりそういうのってインターネット上で誰かがこう説明してくれてるものっていうのが非常に有益な情報になるんじゃないかなと。おということで、まあ、誰かがあ言ってるのをそのままあ言うと楽なんじゃないっていうね。 単純に <laughs> そう考えたんですよね、まあ、自分がそのこの情報発信始めるようになってやっぱり自分から何もないんですよねもともとそのすっからかんなんで何もないんで何も出ないからじゃあ話すネタを引っ張り出してきてその出すみたいなまあネタがないから話せないとそもそも自分は自分は単純にもうネタがないと話せない逆に逆に逆にネタがないと話せないんでネタをその、C 入れなないいくてて喋ろうなんていうんこと自体がそもそもも無理なんで、うん、だから普通にその検索して、えー、見つけてくればいいんじゃないかと思っててそのやっぱりこの無理やり自分の中から絞り出すときついんじゃないですかね出てくるのかな自分もまあ確かに一人語りをしろって言われればまあ出ることは出るんですけどちょっとつらいつらい辛いですねなんかなのでやっぱり普通にその人に情報を こういう情報を伝えたいっていうんであれば誰かが言ってる情報をまあそのまま,まあ伝えればいいんじゃないかなっていう、まあ、この考え方に関してもこの「気になる男」シリーズで久保さんが言っていたところなんですよね。そのんだろう久保さんが当時情報発信を始めた頃ですね。 もうインププッットトトして即アウトプットと、まあ、右から左に2つのパソコン並べて右から左にやっていったってそれをひたすらやり続けてたよって言ってましたよね確かその店舗で16時間ぐらい働いてた頃16時間その店舗で店舗の仕事に拘束されてたけど残りの時間で これをやり続けましたという、これが始まりですということを言っていただいたんですけど、まあ言っていただいたんですよ、これ、大、ちょっとかなり初めの方だったんですけど、言うたら、情報の横流し、情報発信イコール情報,情報の横流しをしてましたよって言ってたんで、あ、これ、なるほどなと、別にこう自分がすごいことをわざわざ言う必要ないなと、だって誰かがいいこと言ってるんだから、そのまま言えばいいんじゃないっていう、情報を仕入れて、情報を出す、この繰り返しみたいな。 それが私のインターネットビジネスの第一歩なんですよっていうお話をしてたんであなるほどなとその無理やりそのまあ途中でその中で自分の考えとかも当然入れるんですけどまあもうその考え自体もあまりないならもうそのまま横流してもいいんじゃないかなと思ったりするんですよねもうニュースですよニュースニュース <laughs> ニュース読み上げるだけでも十分その人がねある方が言ったニュースであっても他の方が言えばまた伝わり方も変わるのでもうそれが本当にネタを仕入れる ネタをそのまま横流しするっていう考え方でいいいいんじゃないかななかと思っていてなんでまあどこからネタを知れるかっていうんでインターネットでこうやって情報発信してるんで同じくインターネットから <laughs> まあ動画で発信するんであればその動画からでもいいのかなと思うしまあ動画でちょっと聞いて覚えるのが苦手ならまブログからでもいいのかなと思うんですけどねなんかそんな感じでネタっていうのはもう普通に自分が発信したいネタを検索して見つけていく。 くれば単純にいいのかなと思ったりもしますら、ねはい、これはそこの「気になる男」シリーズで久保さんが言ったことを、まあ、そのままただやっているだけになるんですけどね。2、はい、つ目ですね2つ目2つ目何かというとどうやって面白い話にしていきましょうかっていう話でしたよね。まあ情報をじゃあ仕入れましたよ仕入れましたよと仕入れたんだけどそのじゃあその中でその自分のなんかエッセンスを加えていくっていうことをして 行っったりすることによって何か面白い話になるとかならないとか、まあ、そういうことになると思うんですけどじゃあどういうそのエピソードをすせるかっていうとやっぱりここじゃないですかね、まあ、失敗エピソードから学んだことをシェアしていくっていう、まあ、これも気になる男シリーズで久保さんが言ってくれたことなんですけど、まあ、これからもこのマイナス資産を使い倒してプラスを生み続けましょうとそっか塾志向っていう形かもしれないんですけどマイ,ナス資産をマイナス資産を使えと自分の 失敗,まあ、失敗って言えばいいんですかねその自分がうまくいか,なかっいかなかったところを資産に変えてプラスの資産に変えましょうっていうことをこの「気になる男」シリーズで言っていたと思うんですけどまあ代表的な例で言うとこれですよね先先生しくじり先生ですねこれ本当に3年間ぐらいゴールデンでやってたと思うんですけどやっぱりこの「しくじり先生」って エピソードがすごく重要でこれちょっといろいろ調べたんですけど本当にかなり綿密にその打ち合わせをするって言っていてなんだ20時間ぐらいそのなんだもう根詰めてずっとこう掘って掘って掘って掘りまくってなんかこう喋っていくみたいなすごいかなり綿密に詰めてそのほじくり出すみたいなこと書いてあったんですけどそうやってその番組を作っているてだから本当に。 ゲス,トゲストがそのゲストがしゃべるってゲストがそのメインでしゃべるっていうことなんで本当にそのゲストが口下手なゲストであってもその口下手なゲストがうまく喋れるように今芸人さんが乗せていったりとかそうやってその失敗をほじくり出してこう喋っていくみたいな。でこのちょっとお話をいろいろ調べたら要は。 打ち合わせの中ではなかなかやっぱりその,その失敗は言えませんみたいなことだったんですけど実際その本番になってもう話がこう乗ってきて、えー、なんだ打ち合わせの時には出せなかった話が本番で出せたみたいなまあそういう話がちょっとエピソードがあったんですけどまあそういうことでこのしくじり先生から言うんであればこの失敗談のやっぱり奥深さだとは思うんですね失敗談の奥深さ。 まあ失敗談ってどういうことかってやっぱりその人がすごく悩んだり自分その悩んだ上で自分なりに答えを導き出してそして見つけてきた経験談、まあ、その人なりの悩みその人なりの答え、まあ、その人だけがやってきたことなので本当にそれっていうのはリアリティがすごい強いし言葉にすごい強さがあると思うんですよね。やっぱり自分もそういうい考えてくると 自分が失敗したことに対してそれに対してこう克服したことだったりうまくいったことだったりっていうのはかなりやっぱりこうどんどん熱が入ってきますよねこうやってやったんだよって何かこうどん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 こうなんだ気持ちが入ってくるっていうかやっぱりその話し手が気持ちが入ってくるとまあ視聴者のまあ見てる方もこいつはねなんか自分もこんなになっちゃダメだなみたいなしくじりを回避しようなみたいなそんな感じでこうどんどんどん引き込まれるんじゃないかという感じでやっぱりその話し手が。 どん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 ,なんか気持ちが乗る,乗るエピソードっていうところをやっぱり載せていくとすごく面白い話になるんじゃないかとまあ引き込まれる話になるんじゃないかなと思ったりもいたしますねはい3つ目ですね3つ目、えー、3つ目何かというとどうやって継続しますかっていうお話でしたよねどうやって継続しますかで久保さんの話もすごく面白くて自分このか久保さんの考え方をそのまま言おうかなと思ったんですねもう終わりを決めない 終、うん、終わわりりをを決決めめるるとか言ってんだ終わりをからもうあと例えばあと1週間で終わるからあと1週間だけやるとかそういう話でしたよね確かでもう終わりが決まってるんでもうそこまではやろうとそれ以外のことは考えないっていうもう目の前のこと、まあ、目の前というかその,その決められたところだけはしっかりやっていくとでその決められたところだけしっかりやったあとはまたその後考えるっていうその ずっと目の前のことずっと短期的目線でずっとやっていくとその短期,短期的目線をやり続けることが単純な、うん、その長いつながりになるっていうところでスパンを短くするっていうところを言って考え方ってすごくいいなと思ってやっぱりあまり長く考えれば考えるほど。 将来来ののこことと考考ええちちちゃゃゃっっってて、ね、未不安になっちゃうんでまあそういうことを考える余地を与えないみたいないうところの考え方もすごくいいのかなと思ったんですけどじゃあ自分はちょっとどうしようかなと思ってまあ塾生さんと対談してきてこの継続の話ってすごい出てきたんで、まあ、この話をちょっとシェアさせていただこうかなと思うんですけど。 塾生さんが言ってたんですよね、どうやって続け,どうやって,続けてるんですかって、ちょっと自分がインタビューしたときに、いや、続けようとかそういうことじゃないんだと、<laughs> まあ一刀両断されましてですね、えー、損じゃないんだと言われて、2つ、2つね、2つ、その秘けつっていうか、2つ考えてることがあると。で、まず1つ目は何かと。まあ、1つ目は、発信し続けている先生を見つけましょうって言ってました。発信し続けている先生を見つけようと。 そして2つ目は同じように発信している仲間を見つけようと言ってましたね。えー、つまりこれっていうのは自分がやりたい自分が続けたいと思っているなら、まあ、続,け続けている、えー、師匠だったりメンターだったり先生を見つけていきましょうとそしてそれだけだったらやっぱりなかなか、ね、憧れてるだけというかすごいなと思うだけなんでもう一人今度は自分が続けたい人、まあ、自分が続けたい自分と同じような力量同じようなレベル、うん 先生はちょっとレベルが高いね。でもっとね自分と同じような感じで頑張ってる仲間を見つけると、まあ、それをするとすごくいいんじゃないかとあまあ続けたいんであればこの続けている人の輪に入っていくっていうところが非常にいいんじゃないのっていうお話をしてましたね、まあ、言うたらその環境が整えば自然に自然と習慣になっていくわけじゃないですか、まあ、普通に考えると。 なので、まあ、そういうことを考えていくとを非常にいいんじゃないかと、まあ、続けよう続けようってなんか続けようっていうことを考えるとなんかうまくいかないんだけど例えばその学生時代の受験のことを思い出すのであれば有名校有名校有名校ね受験有名校受験合格するなんか 分、ね、かんないですけどどこでもいいですけどねまあ言うんであればその有名予備校に入るじゃないですか何ていうの何があるんですかね早稲田アカデミーとか、ね、早稲田かとか寸大とかですねちょっとちょっと分かんない <laughs> まあそういうところ要はそのレベルの自分よりもレベルの高い講師、えー、自分よりもレベルの高い生徒、まあ、レベルの高いというかその目標に向かってやっている生徒そしてその環境に身を置くということをやれば自然とその自分もそうなる。 ししそのそうなるでしょうと非常に分かりやすいんじゃないですかね、まあ、そういうところが続ける環境になるんじゃないかなとは思ったりしますけどね、まあ、そういう意味でやっぱり塾だったりいうのは非常にやっぱり効果的ですよねそう考えるとはいそして最後にここからはもう 別の話題になりここからも別の話題になって最後にお久保さんが言ってたのがこの速化塾のコンテンツのお話でしたね速化塾のコンテンツのお話でえ YouTuber コーナーっていうのが、まあ、現在空いているよというお話をしてくれたんじゃないかなとでその YouTuber コーナーってどういうことをしてるのっていうと、まあ、YouTube の豆知識だったり YouTube のプチ機能、まあ、あとは小ネタ紹介っていうところをしてるんだけど今ちょっと誰もやってないんだよねっていう話があって 以前はそのサラリーマン J さんっていう方が1年間やっていたっていうお話、これはその朝のチャットかな朝の、朝のチャット、朝のライブですね。久保さんの朝のライブでちょっとお話ししてくれたんですけど、サラリーマン J さんって方がやってたっていうんで、ちょっと調べてみたら、こんな感じですかね。好きな動画を何回もリピート再生する方法とか、そんな感じでコネタ的な、YouTube のコネタ的なところっていうところを、なんか、そっか塾でコンテンツ配信。 したいんだけどなっていうところあったんでもうそれは本当に、まあ、ありがたいお話だなと思って、まあ、結局その自分のチャンネルで、まあ、そういうところを紹介するに合わせてそっか塾生さんに紹介していくっていう形、まあ、要はその今自分のチャンネルってまあ全然ね影響力っていうか広がりはない、まあ、全然っていうわけじゃないですけど影響力がまあ小さいところでやっぱりそっか塾っていうところではやっぱり塾生さんがすごいいますんでね。 400名かな ?400 名今いるんでしたっけで、400名の中でね、やっぱ YouTube やりたいよって言える方に、まあ、ピンポイントに、ね、届けば、それは一番ベストですからね。<laughs> 本当にで。そうやって、その、まあ、レバー自治はすごく効くんじゃないかなと思っていて、うん。で、やっぱりその、まあ、今回、その、自分の覆面 YouTube アカデミー、今、募集してるんですけど、日記生さんをね。で、もう、第1号が、 生まれたんですけどその二木星さんその第1号さんの話を聞くと、うん、やっぱりその YouTube でなんか小ネタ的なところを探してたらしいんですね。YouTube でなんかこういうことなんかやりたいことがあってでもやり方わかんないか調べたらちょうど自分のチャンネルを見つけたってもともと自分もそういう小ネタ発信はすごくしててでそういうのでちょっと見つかったって言ってたんで,でそのたまたま自分の。 そそのチャンネルを見つけてうういう関係で,でそれで今回 YouTube をやっていくっていう教えていくっていう塾募集してたんで入りましたよみたいないう感じだったんであやっぱりこう小ネタ紹介だったりそういうのっていうのは需要があるしでこれやっていくと非常にやっぱりいいんじゃないかなっていうところは少し考えていたので本当とにまあこういう話っていうのはもうタイミングですしやっぱり公園みたいなもんですよねだってね1ヶ月前2ヶ月前でじゃあそれやろうかっていう。 ところでではななかったわけなんで本当に今のタイミングでちょうどまあ含め YouTuber アカデミー2期生さんが募集が終わってえー、塾生さんがちょうど2期生の塾生さんが学び学んでると同時に自分もこういうコネタ紹介っていうのをしていくっていうのができれば非常にいいし今いいタイミングかなと思ってますのでまあ是非喜んでやらせていただきたいなと思いますね本当に。うん はい。ということで、本当にありがたいお話です。はい。そんな感じですね。はい。ということで、えー、気になる男シリーズ第76話ですね。76話、えー、YouTuber、YouTuber、YouTuber ね。YouTuber として稼ぐ3つのヒントということで、ネタの集め方、あそして、 面白い話そして最後に継続のお話ですね、えー、さらにっか塾のコンテンツのお話、えー、いろいろ含みながらお話しさせていただいたんじゃないかなあお話しさせていただきましたそして最後に、まあ、いつもの最後にですね、まあ、こ,ここの最後にも聞きたい人がいるかどうかは分かんないんですけど、まあ、<laughs> いつものちょっとだけちょっとだけ最後にお話ですねまあ自分の塾に入ってくれたあ計算ですね 今回、K、さんの今日の一言をお話しして終わろうかなと思います、えー、人間関係の構築が苦手だからこそ、関心を持ったっていうお話だったんですね。やっぱりそのリアルでもお仕事を会社員してるんですけど。やっぱなんかどうしてもこう。うまく繕いながらこうやってるところがあって、やっぱり自分の。ちゃんと発信するとか、そういうところをやっぱりやっていきたい。っていうのはやっぱりインターネットで youtube で。やっ できるんじゃないかっていうところは常々思ったけど、まあ、なかなかできてないところもあって、悩んでたっていうところでまあ決めたっていうところがあるので、ね、やっぱり YouTube にはすごい、えー、未来というかね、えー、自分ができなかったことができるツールなんじゃないかなと思いますのでね、まあ、そういうところもすごく YouTube の魅力なんじゃないかなと思います。そしてもう一つですね、えー、今、今週土曜かな、今週土曜から月曜日、 3日間限定の先行予約受付というのもやっていきますのでね。まあこちらも少し、なんかもしね、興味がある方は、まあ自分のチャンネルの方にお問い合わせしていただければ、少し内容、紹介、案内もしていこうかなと思います。そしてそして、どんだけそしてが続くんだよって感じなんですけど、で、ズームライ,ムライブ対談ですね。これは、これは久保さんの方です。久保さんと、えー、ズームライブ対談、えー、し,てしていきます、えー。10月25日火曜の21時からですね。 久保さんの方のチャンネルの方でえっと URL の Zoom の URL のリンクを発行していただいたので、まあ、ちょっとその自分も準備しとかなきゃいけないなと思ってる次第なんですけど準備が全然整ってないけどもともかくズームライブを久保さんとやると。 一体どうすればいいんでしょうか本当に喋るんで喋れるんでしょうかっていうね不安とお聞きこもごもな状態なんですけどまあそんなのが近づいてますというところですね。はいということでちょっと最後ねいろいろごちゃごちゃ話したんですけど気になる男シリーズ第76話ですね。第76話はこれで終わりにしようかと思います。そして久保さん第77話またよろしくお願いします。はいということで気になる男シリーズ76話覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。